ちゃんの質問コーナー。この動画では皆さんから寄せられた愛ちゃんへの質問にお答えしていこうと思います。愛ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず最初の質問です。早瀬るりさんからのご質問。愛ちゃんの好きな食べ物は何ですか？何ですか？チャーハン。チャーハン、はい、愛ちゃんはチャーハンが好きなんですね。はい。どんなところが好きですか、チャーハン？美味しいところが好きです。はい、あとは？あとは納豆とは、納豆と一緒に食べると美味しいですね。納豆チャーハンですね。はい、はい、じゃあ愛ちゃんの好きな食べ物は納豆チャーハンでした。はい、では続いて次の質問です。愛ちゃんはランドセルは何色がいいですか？ピンクか、全部の色。全部の色。でも愛ちゃん来年は小学生だから、そろそろ色決めないとね。はい、じゃあランドセルはピンクか全部の色がいいですね。はい、はい、はい、次の質問です。愛ちゃんは身長何センチですか？自分では分かりません。分からないですね。はい、じゃあ測ってみようと思います。じゃあ、あっちに行きましょう。背筋を伸ばして、足を、そうそう、後ろにくっつけて。はい、いいですか？この辺かな？じゃあ、測るんでちょっと待ってください。足くんも？はい。足くん、じっとしてて。私、こんぐらいですね。はい、まずは、愛ちゃんは、離れてよ。愛ちゃんは 111.5 センチ。わあ、はい、あなたより。シー君は95.5 センチ。はい、96センチぐらいかな。私の方が大きいですね。はい、当然です。年長さんの平均身長は女の子は 112.7 センチ、なので愛ちゃんはちょっとだけ大きいね。うん、で男の子 C 君は3歳だから3歳1ヶ月かな、94センチが平均身長だから、 C 君もちょっとだけ大きいね。うん、はい、そういうことで身長は、愛ちゃんの身長は 115.5 センチ でした。はい、続いての質問は、ジャスミモンチーさんからの質問です。愛ちゃんはディズニープリンセスではジャスミンが一番好きですか？王子様は誰が好きかな？ジャスミン？アリエル？ラプンツェル？アリエル。アリエル。アリエルが一番好き？はい。アリエルですね。アリエル。じゃあアリエルのどんなところが好きですか？並べくドレスの綺麗なところですね。ドレスが綺麗なの？はい。アリエルの性格とか、なんかそういうのじゃなくて、はい、あとは人形だからいい。ああ、泳げるところ、スイスイ、はい、ああ、そうだね、愛ちゃんも泳げるようになるといいね。はい、うん、はい、今コロナでね、お休みだけどね。私は泳げるっていうか、人魚になりたい、ね、人魚になりたいんだね。はい、そしたら王子様は誰が好きですか？オーロラに出てくる王子様ですね。あ、フィリップ王子？はい。
どこが好きですか、フィリップ氏の。トゲトゲを切るところ出てしゅー。あそこかっこいいか。ちゃんとよく見てるんだね、愛ちゃん。はい、じゃあ愛ちゃんは、ディズニープリンセスではアリエルが一番好きで、王子様はフィリップ王子が好きでした。はい、次いきます。次はまちここ7954さんからの質問です。いつも子供と一緒に楽しく見させてもらってます。パパさんの子供を思う優しさが伝わってきて毎回ほっこりしてます。これからも動画楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、質問です。愛ちゃんの質問は、これから自分で作ってみたいお料理はありますか。ありますか。はい、何ですか。今考えてる。はい、なるべくカレーかな。カレーが作りたい。それはどうしてですか。カレー美味しいからです。あ、美味しいもんね、カレーね。チーズをパラパラってかけるともっと美味しくなります。チーズ好きだもんね。はい、私もチーズかける。あー、シー君もチーズ好きだもんね。はいはい、落ち着いてください。じゃあ、愛ちゃんの作ってみたい料理はカレーでした。今度じゃあ作ろう。はい、はい、はー、シー君も手伝ってくれる。はい、はい、では続いては、大輔さんからの質問です。愛ちゃんは何をしてる時が楽しいですか。いっぱいありすぎて困っちゃう。ドーラを育てるのが楽しいですね。ドーラを育てる。ピッキーかち、ぬいぐるみ。あ、お世話をするってこと。はい、あ、ドーラのお世話をしてるときね。赤ちゃんみたいにお世話をするのが楽しい。私も超大好き。あ、私も好きですか、ドーラ。うんうん、ドーラいつも見てるもんね。あとは、最近マインクラフトよくやってるけど楽しいんじゃないの。楽しいです、ね、私もアリンタンタリンタンタンしてるな。君やってないよね。あなたはまだからできませんよ。はい、愛ちゃんはドーラのお世話をしてる。私もこぶつぶり方で、はいはい、愛ちゃんはドーラのお世話をしてる時が楽しいですね。はい、それから次は、愛ちゃんは将来何になりたいですか。アイス屋さんと、うん、アイス屋さん食べるって。マドカ先生みたいにピアノを弾けるようになりたいですね。アイス屋さんになってピッポポナポナって弾けるようになりたい。ピッポポナポナってだるしーちゃん。具体的ですね、すごく。バタバタだる。ちょっと厳しいし。アイちゃんの好きな恐竜はどれですか。私も可愛い好き。トリケラですね。はい、アイちゃんはトリケラトプスが好き。どんなところが好きですか、トリケラトプスの。トリケラトプスが角で、私もこっちでしょ。氷のお腹をビューンとやるところが好き。やっつけるところ、氷が、ね、はい、ありがとうございます。ダンダンって振り出させがダンダンで。次の質問は何ですか。一応シー君にも聞いてみようかな。シー君は何の恐竜が好きですか。氷好き。氷好き。うん、ティラノサウルスとか。うん、全部好き。氷全部好き。はい、はい、愛ちゃんはトリケラトプスで、シー君は全部好きでした。はい、はい、続いては、カズエママさんからかな。はい、カズエママさんからです。愛ちゃんは千之助くん、ももこちゃん、シー君、誰が一番好きですか。なるべくももちゃんとパパさんとママさんとシー君ですね。はい、ちょっと千之助さんはちょっと、あ、そうですか。はい、誰が一番好きかっていう質問だから、じゃあももことシー君、どっち、誰が好き、どっちが好き。どっちも好き。どっちも好き。はい、どうしてですか。え、
桃子とシー君が好きなのはどうしてですか？桃子さんが好きな理由は、はい、はい、いつも遊んでくれるからです。あ、マインクラフトとかしてくれるからね。はい、はい、遊んでくれる。シー君が好きなのはどうしてですか？うん、ッキー、いつも堤防のお友達と一緒にデートみたいなのしてるからです。お友達？友達って、うん、女の子です。ああ、どこで？公園で。はい、遊んで楽しいから。それでもシー君はあんま関係ないんじゃないの？次の質問は、地図0817さんからです。いつも可愛い愛ちゃん大好きですだって。よかったね。うん、ありがとうございます。はい、お座りして。お座りお座り。パパママ千桃シー君のそれぞれ好きなところはどこですか？うん、じゃあまずパパから。パパさんが好きなところどこかな？でも手もたちだ。うん、なるべく優しいところです、ね。あ、優しいところそうだね、愛ちゃんいい子だからパパも優しくなっちゃうね。じゃあママの好きなところはどこですか？うん、ママさんのところも優しいところですかね。優しいところですか。はい、座ってください、しーくん。優しい優しい。じゃあ、千之助の好きなところはどこですか？海外が好き、けっくん。並べくん、何もないですね何もないんですね。Cくんはネックの漂流で遊んでくれるから好きなの？ん、好きだよねはい、じゃあ桃子の好きなところは、あ、一緒に遊んでくれるところが好きって言ってたね、さっき。はい、で、Cくんの好きなところは、お友達が可愛いところ。違います。お友達と一緒にデートみたいなのをしてるからです。はい、ありがとうございます。教えてくれてありがとうございました。以上で質問が終わりです。重複した似たような質問は一つにまとめさせてもらっているところもありますのでご了承ください。皆さん、たくさんの質問ありがとうございました。またこれからも動画見てください。バイバーイ。ありがとうございました。バイ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 、また見てて。